はい、皆さんこんにちは。今日はですね、またね、豊橋園第2弾ということで、あんかけスパチャオにね、行っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、今ね、豊橋駅に着きました。今日はちょっとね、お土産持ってきてあるんでね、これ後で渡したいと思います。久しぶりです。久しぶりでもないけど、これようこそ豊橋。これちょっと結婚のお祝いで使ってます。結婚祝い、はい、大したもんじゃないですけど、ちくわタオル、はい、ちくわタオル、タオル、はい、ありがとう。そこで買いました。ありがとう、はい、ちくわタオル、ちくわタオル、ありがとうございます。調べたら取るね。なんか扇屋っていう、うん、パチンコの店がやってるんですね。扇屋グループね、やってるんですね。そうだね、パチンコだしな。あら、これそうなんだ。ここにパチンコ扇屋あるし、来ましたね、スパゲッティチャオ。ここが本店です。本店でだよね、はい、ちょっとじゃあ行ってみますか。行ってみましょう、はい、そう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。いろんな種類あるね。サラダドリンクつけて、そうですね、ライスはいる？いらない？ライスはいります、ね、いいね。こっち日替わりだね。どっち行きます？バイキングで行く？じゃあ俺はバイキングのサラダドリンク。鳥あたりとこか。そしたら鳥をランチ、うん、行きましょうか。はい、失礼します、お待たせしました。ジンジャーエール。そしたら、はい、バイキングランチのサラダドリンクセット、はい、ジンジャーエール。ジンジャーエール。ジンジャーエール。はい、で、私はこのトリオランチのサラダドリンクセット、はい、ウーロン茶で。ウーロン茶で。ドリンク一緒でよろしかったですか？一緒でお願いします。はい、かしこまりました。失礼します。豊橋市のソウルフード書いてあるよ、ちゃんと。あ、ピッとこいよ。いやいや、俺はいい。いただきます。いただきます。これサラダ大事だね、体に大事ですよ、うん、ビネガードレッシングって感じかな。そうですね、うん。失礼します。お待たせしました。バイキングの鉄板でございます。はい、はい、失礼します。はい、お暑いのでお気をつけください。はい、早いですね。バイキングランチだね。もうバイキングです。チキンカツとウインナーが乗ってるね。いいね、熱々のうちに行こうよ。粉チーズ。失礼します。お待たせしました。タリアでございます。はい。はい、失礼します。はい、お暑いのでお気をつけください。はい、ありがとうございます。これがトリオだね。エビフライ、カニクリームコロッケ、フライドポテト。行きましょう。さっそくまずはそのままで行ってみます。
麺が普通のパスタより太い、はい、太麺だね。そうですね。いただきます。いいね、このあんのとろみと癖になる感じのこのちょっとピリ辛とは言わないけど、ね、結構、うん、スパイシーな、うん、そうだね。サウザンドレッシング、ね、鉄板がいいですね、やっぱ。うん。熱々で。このあんの絡んだ感じのカニクリームコロッケでうめえな。どうですか？あんかけスパ美味しかった。普通に美味しかったよ、うん、ご飯とかいらん、結構いらんかもしれない、うん、麺だけで、麺と、はい、カニクリームコロッケとかエビフライ、うんね、卵も卵、ね、下のベースで入ってるし、うん、結構ボリュームある、ね、ありますね。どうしよう、なんで急にそんなまとめに入ったんですか？かなと思って、不思議な。今から移動するんじゃない？移動しましょう。行きましょう。下りになるのね。怪しいってだから怪しい。